半分野郎を完膚なきまでに叩き潰して、そんで俺がトップだ。雄炎高体制もいよいよラストバトル、ヒロカ轟ショートバーサスヒロカ爆豪カズキ。ゆえに攻め方が大雑把だ。なめてんのか、バーカ。障壁で場外アウトを回避。左を使え。俺じゃ力不足かよ。てめえ、コケにすんのも大概にしろよ。俺が取んのは完膚なきまでの1位なんだよ。デクより上に行かねえと意味ねえんだよ。ナメプのクソカスに勝っても取れねえんだよ。ぶっ殺すぞ。勝つつもりもねえなら俺の前に立つ。なんでここに立ってんだクソが。ミドニアと戦ってから自分がどうすべきか、自分が正しいのかどうか分かんなくなっちまってんだ。俺だってヒーローに悪い爆豪とどろきくん、負けるな、頑張れ。クソなはずが、ミドリア、そうだ、そうだよ。俺の前にここに立っていいぞ。勝つためだけで頭回せりゃいいんだよ。ハウザーインパクト。消しやがった。おいおい、ふざけんなよ。こんな石なんてこうだろ。轟くん場外、よって爆豪くんの勝ち。